ディスクジョッキー、ディスクジョッキー、ディスクジョッキー、または DJ、DJ とは既存の音楽を再生機器で音を出す、またはそれを選曲、操作、指示する人物。ディスクジョッキーのディスクはレコード版のことを指していたが、カセットテープ、CD、またはデジタルオーディオファイルと音楽を記録した媒体が増えているため包括的な用語として用いられ、 複数の意味が存在するため、以下で詳しく解説する。ラジオ DJ は、ラジオ番組で、情報を発信しながら、合間に、流行の曲やリクエスト曲を流す人物を指す。ラジオパーソナリティとも呼ばれ、明確な定義はないが、ラジオ DJ は、ラジオ音楽番組の司会者を指す場合があり、番組司会者によっては自ら、DJ と称することもある。毒舌を売りにする。 ディスクジョッキーを特にという。著名なラジオ DJ には、世界では、ウルフマン・ジャック、ジョン・ピール、チャーリー・ディレット、ジム・ピューター、ウォルト・ラブ、ドント・トレーシー、チャーリー・ツナ、アラン・フリード、日本では、糸井・五郎、小林・和也、ピーター・バラカン、ヤギ・マコト、石田・ユからがいる。クラブ DJ は、ナイト・クラブ、ディスコなどの会場で、2つ以上の再生機器と、 ミキシングコンソールを使い、片方の再生機器で曲を再生している間に、もう片方で次の曲の再生準備し、BPM や音量の調整を行い、タイミングを見計らいながら、音を違和感なくクロスさせるミックス操作で曲の流れを止めることなく次の曲へと繋いでいく。その他、サウンドエフェクトを駆使し、創造的な音楽を作り出す技術者のこと。または、ターンテーブリズムは、 蒸気の一部技術に加え、ターンテーブルを楽器のように扱うパフォーマンスが主である。この技術を競い合う大会も存在する。ミキシングコンソールは、単にミキサー、イカミキサーと略すとも故障され、DJ 向けのミキサーには水平方向につまみが移動するクロスフェーダーを搭載し、表面中央下部に配置されているのが一般的である。 このクロスフェーダーのつまみを中央に移動させると、両方の再生機器で再生している音が混ざり、片側に移動させると、片方の音が大きくなり、もう片方で再生している音は小さくなる。基本的な再生機器に DJ 向けのレコードプレイヤーを用い、これをターンテーブルと呼称することもある。一般的なレコードプレイヤーとの違いは、ターンテーブル部の機構がベルトドライブではなく、 ダイレクトドライブである製品が一般的である。これはターンテーブルを手で止めて、バンを小刻みに送ったり戻したりする、スクラッチプレイなどを前提としているため、ターンテーブルに直接モーターの力を伝えやすい、ダイレクトドライブが採用されている。また製品によって、モータートルクが異なってくる。この他にハリー圧の違い、ピッチコントロールが広域である点が違いとして挙げられる。 また近年では再生機器に CD プレイヤーやデジタルプレイヤーなどで演奏するものもいる。基本的なプレイ技術はクラブ DJ ターンテーブリストと同じだが音楽の記録されている媒体、コントローラブがデジタル化されているものを用い、アナログターンテーブルとは操作方法など否点が主である。CDJ とは DJ 向けの CD プレイヤーを使って DJ をするもの。 また、パイオニア株式会社の商標登録であり、DJ 用 CD プレイヤーである。パイオニア以外の機種も含めて、DJ 用 CD プレイヤーの総称として、用られることもある。基本的に CDDA 規格の CD を使用するが、機種によって WAV、MP3、AAC などの音声ファイルフォーマットを扱えたり、記録媒体には USB メモリ、ハードディスクを内蔵する。 これについているターンテーブルはコントローラーであり、レコードプレイヤーのようにモーターはついていない。機器によるがターンテーブルの上面に触れて回すと、曲の送り戻しとスクラッチ作、サイド部分に触れて回すと選曲操作ができる。これは PCDJ が使うコントローラーも同様だが、機能割り当てを変えられることもある。PCDJ、または PJ はパーソナルコンピュータ使って、 dj をするものを指す。dj 向けの音楽再生ソフトウェアとハードウェアにはミリコントローラー、2系統のオーディオインターフェースでの機器構成が一的である。2系統のオーディオインターフェースは2つのチャンネルをメイン出力、残りの2チャンネルを bpm 調整などで使う。またミリコントローラーに内蔵されている製品もある。特殊な音を記録してある cd または レコード版をコントロールバイナルともいい、これと専用のインターフェース、ソフトウェアを用いることでアナログターンテーブルでデジタル音源をミサを作ることができる。またはデジタルバイナルシステムと呼ばれる。このシステムは複数のメーカーが製品として存在しているが、コントロールバイナルに互換性はない。デジタルという利点を生かし、アナログでは難しい。 あるいは不可能なことを容易にすることができる。例えば、BPM、アナログでは両ソースと同じ単位にしなければならない。ケースでは時間のかかる作業であるが、これを瞬時に同じ単位にする同期機能や、音程を保ったままのピッチコントロール、何拍かを非常に細かくループさせたりする、エフェクト機能などがある。また、アナログのレコード版では、物理的に収納、移動に限度があるが、 デジタルでは記憶装置の空き容量が許す限りの曲を、所持、移動が可能となる。この節での DJ は、ラジオ DJ 以外のことを指す。レゲエにおける DJ の元祖は、サーロードコミック、カウントマチューキ、リトルスティットラである。元は、他のジャンルと同じように選曲シーントロブでその曲の紹介などを担当していた、1960年代後半の、 ユーロイの登場以降は、レコーディングに参加しトースティングやラップを披露するようになっていった。現在はレゲエにおける DJ といえば、一般的にはサウンドシステムなどでバージョンやダブに合わせてトースティングするものを指す。他ジャンルにおける DJ と区別するため、DJ、DJ と表記する場合もある。ディスクジョッキーと呼ばれることはない。他のジャンルにおける DJ にあたるものは、レゲエでは、 セレクター、セレクターと呼ばれる。セレクターには独自のスタイルがあり、曲のフック、盛り上がり部分で逆回転して止めてしまったり、プルアップ、リーワインド、カムアゲインと呼ばれる、セレクター自身が発言したりる。1973年にニューヨークブロンクス区でサウンドシステム活動を開始したジャマイカ移民であるクールハークがヒップホップ DJ の普及者として知られる。 スクールハークが発見したブレークビーツやスクラッチなどの技法が開発されヒップホップ DJ の独自性が高まっていった。音を擦るように前後させ同じ部分を反復再生、リズムを刻むなどのパフォーマンスのこと。1977年にグランドウィザードセオドアが偶然発見し、親戚のグランドマスターフラッシュが流行せた。 一般認知されているが音楽ジャンルによってスクラッチはたまに行われるかもしくは全く行われない。稀にジャズやハウスミュージックにもスクラッチを得意とする DJ がいるがやはり発祥であるヒップホップ DJ が主にスクラッチ技術を使用する。特殊な奏法、スクラッチ、トリックミックス、ジャグリング、トーンプレイ、ボディトリックを専門的に行う DJ を バトル DJ と呼ぶ場合がある。クラブフロア等の選曲主体の DJ とは異なり、音を楽器のように扱うことに長けた DJ である。バトル DJ の技術が高度化するに従い、それを競う大会が開催されるようになった。国際的なバトル DJ 大会でも、複数の日本人が優勝している。ロックバンドの中にはメンバーに DJ を編成している、バンドが存在している。 バンドにおける DJ の役割は音源再生のほか、スクラッチやジャグリングなどを用いて、パーカッションのような役割も単当たる。サンプラーやドラムマシンなどの操作を兼任している DJ も多い。DJ を要するロックバンドの例は、インキュバス、リンキンパーク、スリップノット、ドラゴンアッシュ、マンウィズ、エイミッション、世界の終わり、サッチモスなどが挙げられる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。